今回紹介するのは「実録山田」という本です。簡単に説明できない内容。読んだ人同士の感想トークが盛り上がるか否かはわからないという随筆集である上に百獣の王武井壮さんと人類の弱点について語る予想不可能かつ壮大な。 対話も収録。随所に山田孝之の独創性が存分に詰まった一冊になっています。どんな内容か説明しづらいですが、山田孝之の妄想が爆発してます。ほとんどの章で本筋と関係あるようなないような話に転がっていきます。 これがまた長いカッコ笑い。途中で何の話を読んでいるのかわからなくなること受け合いです。そこを楽しめるかどうかで評価が大きく分かれると思います。僕はすごく面白かったです。よくここまで具体的な妄想が広げられるなと感心しました。山田隆之と同世代。特に男子の人ほど、それわかるし、 ってミヤニヤできるんじゃないでしょうか俳優としての山田孝之を語る章が一章だけありますある作品の演技や自身の発言に関して具体的にこれは貴重な内容だと思いましたし 考えさせられましたちなみに一番ボリュームがあるのが竹井壮との対談ですとにかくくだらない内容ですこれを読んでますます山田孝之が好きになりました同じくらいわけがわからなくなりましたがかっこ笑い以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。